렘넌트들은 지금부터 몇 달 동안 렘넌트 예를 준비해야 되겠습니다. はい、これから皆さん、 렘넌트 여러분, 何ヶ月間の 間 렘넌트 데이를 준비해 주시기 바랍니다. 렘넌트에게 급한 거 이번 올해 뭐 해야 될 것이냐를 준비시키셔야 됩니다. そして大人の皆さんは レムナントたちに本当に今年1年間 急務なことを何を準備すべきかを 準備させなければなりません。 하지도 못하고 미래도 어려워집니다. この急務なことについて準備させていきませんと 237を生かすこともできず 未来をまた生かしていくこともできません。 じゃあまずとりあえず3つのことから見ていきたいと思います。 어른들도 그렇습니다만은 렘넌트들이 한 30%가 부끄러워하지 말고 그냥 기회 됩니다. 영적 문제들이 크고 작게 있어요. 皆さんまず恥ずかしくなる必要はないと思いますが 30% ほど大きくても小さくてもこの霊的問題を抱えています。한 30%는 있어요. 30% は霊的問題があります。それがひどかったり、またそうじゃない場合もあるんですが、霊的問題がある。 우리나라의 신체 검사로 한 청년 가운데 거의 30%에서 50%가 정신 문제로 다시 돌아간다. 昨日もある報告、データを見たんですけれども、韓国の方でも身体検査をしたら 30% から 50% の人たちが非常に病んでいるという部分であります。 병원에 가서 막 약을 먹어야 되는 사람도 있겠지만 그렇지 않아도 나 이런 문제가 있다. つまり病院にわざわざ行って薬を必要とする方もいるんですが、そこまで行かないとしてもこういう霊的問題があるっていう。 조울증 있지만은 심지어 막 정신 분열증도 있고 여러 가지 있겠죠. でいろんな種類もあるかと思いますが、精神病もうつ病だとかそううつ病だとかパニック障害だとかいろいろな種類があると思うんですが、とも、それ以外にあると 내가 뭔가 이렇게 마음이 편하지도 않고 늘 불안하고 뭐 이런 그것도 일종의 속해집니다. 근데 そこまでいかないとしてもなんだかわからないが平安がない。そしていつも不安っていう、それも一つの霊的問題の一種だと思います。 엘리트들에게 많이 올 수 있는 병이에요. 아또特にエリートの方々が抱えているそういう問題でもあります。 여러분들이 렘넌트들이 뭐 부끄러워할 것 없이 아, 네, 이 부분은 이번에 지금부터 기도해서 도전해야 되겠다. 근데 그 부분은 렘넌트가 절대 이걸 恥ずかしいというふうに思わずに, 아, 이걸 절대 기도를 통해서 挑戦していこうというふうに思っていただきたいと思います。 외국에서 오는 우리 다민족 중에 5천 종족은 거의 다 이렇다고 보면 됩니다. そして特に外国からの多民族、5000種族に属する方々、ほとんどこの霊的問題があるっていうふうに見ていただきたいと思います。 렘넌트 중에 최고의 응답이 될 거라고 봅니다. そこでこれから何ヶ月の間、序論の方で申し上げましたが、 렘넌트 大会を 準備していただきたいと思います。 最高の 大会になると思います。 뭐 코로나 때라도 괜찮다. レムナントの皆さんに本当に私たちがこの真実にコロナがあっても大会は行われるのではないかというふうに思います。ある意味このコロナがより一層メッセージを正確に確認できる時期であるというふうに思います。ぜひやってください。そうじゃないと皆さんが一生苦労してしまいます。悔しいことです。 지금부터 기도를 시작하면서 여러분들이 힘을 얻어야 되는 겁니다. なのでこれから祈りを持って皆様が力を蓄えていただきたいと思います。 두 번째 렘넌트까지 이름을 응답받아 될 이유는 한 40%는 공부가 어렵다. そして2番目に皆さんこれからレムナント大会まで答えを受けてほしいのは 40% は勉強が難しいっていうふうにおっしゃっています。 30%는 そして残りのまた 30% は もう 공부가 좀 될 수 있는 그런 나는 학업에 좀 힘이 있고 학업이 된다 이런 학생들입니다. 学業がある程度はできるっていうふうに、そう勉強に対する力のある人たちがいるっていうことです。 지금부터 기도하기 시작해서 렘넌트 때까지
この3つの部分を置いて皆様が祈りながら今後今年行われるレムナント大会まで皆様が祈って答えられていただきたいというふうに思います。세가지입니다만은이3번은별어려울게없겠지요。この3つが問題なんですが、この3番の部分はそんなに難しい部分ではありません。まあ勉強がある程度できるという学生さんたち、まあ、ある程度祈ることによって勉強がうまくいっていますという学生たちもいらっしゃると思います。しかし私が見るにもっと重要だと思われる部分は、방향설정을굉장히잘해야돼요。この3番においてはできるときに方向設定をうまくしなければなりません。方向をうまく定めていかなければならない。여러분이학급내용에따라서설정을해야됩니다。例えば学業の内容に応じて設定していかなければなりません。もうと공부가좀되니까만요。勉強がある程度できているっていうことであるなら、그다음에여러분들이학급내용도내용이지만은나라에대해서도어느나라에서공부해야될것이냐이것도좀정확히해야됩니다。また学業も学業なんですが、次は国、国に対してどの国に行って勉強すべきかということもある程度は正確でなければなりません。또이제그우리여러분들이학급에서공부가조금된학생들은이학급내용은이제예를들어서뭐대충무슨뜻인거하니까뭐뭐이과다문과다뭐좀정해져있을거아닙니까？방향이공부를하니까学業の内容っていうのは自分が理系か文系かっていうので、まあ、方向はある程度定まると思うんですけれども、それに対してもう一つ何を考えていくべきか、じゃあその自分の何系によってどの国に行ってどう勉強すべきか、そして最後はいつそれを実践するかっていう、いつそれを決定していくかっていう、このような本当に答えられるレムナント大会になるべきだっていうふうに思います。でこういう部分を置いて神様の御声を聞く、そういう大会を備えてほしいということです。では 40% のレムナントは勉強は難しい、大変っていうふうにおっしゃっている。じゃあこの状態であるならば、すごく重要なことを見つけ出していただきたいと思います。タラントです。神様は皆様に明確なタラントを与えてくださいました。私は今日皆様に本当に語りたい部分が多いので、今逆さまに話しています。例えば勉強がすごくできていて、私はこれから法律官になりたいとか、お医者先生になりたいとか、あとは公務員になりたいですっていう、そういう方向に行きたいっていう方がいらっしゃるかもしれません。例えばです。한국에있는중에서쉽게말하면고시공부를해야될사람들이죠。例えば韓国をベースにして考えるならば、まあ、司法試験を目指している学生たち、절대로한국을떠나면안됩니다。こういう方は韓国から離れて勉強する必要はありません。まあ、他の言葉を聞く必要もありませんし。왜냐하면법률적으로행정적으로나가려고하면발판이한국이기때문에아예한국에서집중해서공부를해야돼요。法律的に行政的な勉強したいという方は、やっぱりそのベースが韓国であるために、もともとこの韓国でもっと勉強していかなければならないというふうに思います。たくさん出す、たくさん외국に가야되지않겠나。他の人たちみんな留学してるから、みんな海外に出た方がいいんじゃないですかっていうふうに言うかもしれませんが、そのように、ただ単にそう考えてはいけません。とにかく留学して外国で勉強して帰国して、何事もできないレムナントたちがたくさんいるわけです。ある程度の英語だとかそういう部分は話せるかもしれませんけれども、でもそんな英語の程度だと何か成り立つわけでもありません。貴重なレムナントはそういう方向を設定したんではいけません。이올해는이세계를여러분들지금부터
神様が明確に皆様を導いてくださるわけですから、今年は絶対に準備していただきたいと思います。そして5月の学院福音化メッセージを皆さん参考にし、また教師の皆さん、先生方も今日のメッセージを聞いて、ぜひ適用させていただきたいと思います。학업내용에따라서우리한국에서해야되는가장중요한것들이고시말고도많이있지않습니까뭐교사다여러직종있습니다また韓国をベースにして今話してるわけですから、例えば韓国の学校の方で教師になるとか、여기서는무조건한국에뿌리는こういう方々は、まあ、とにかく韓国に根を下ろすべき。나중가도돼요。じゃあ一度も海外に行っちゃダメですかっていう、そういう話ではありません。それはもう後に行っても構わないんですが、勉強の方向性を話しています。または韓国の方ではこういう分野は学べないっていう方は早いうちから外国に出た方がいいと思います。なのでこういう案内をしてあげる必要があります。そしてじゃあいつそれを行うかって言ったら、1番2番を参考にして選ぶ。외국살냐두면데한국살경우같으면은나중에가도된다主に、まあ、韓国で勉強する場合には後から考えてもいいわけですから、外国に行くのも後から行っても構わない。韓国に없다이렇게할때는확실한답이왔을때는빨리가는게좋다는でも自分の勉強する分野が韓国にはなかなかないものであるならば、早くそれを学べる国に早く行った方が良いということです。レムント총우리지금팀들이알아야될부분들이이부분들을좀준비해야돼요。なぜこのお話をしたいかと言いますと、これからレムナントの方々をご指導するチームがやっぱりこういう部分は準備していくべきだというふうに思っています。미국에뛰어난사람들유럽에뛰어난사람많이있는데그걸지금우리레문트측에서딱저희이렇게안해놓으면학생자꾸왕창알아또알아서해요。で、私たちがこのような準備ができるアメリカにもヨーロッパにもこういう方々、立派な方々いらっしゃるんですが、レムナントを担当している方々、こういう部分の内容が分かりませんとうまく調整できないので、今から祈りながら準備していただきたいというふうに思います。皆様には必ずタラントがあります。공부를잘한다는말은여러분학업을학과를잘한다는말도되거든요。勉強ができるっていうのは、まあ、3番のように学校の勉強、学校の成績が良いっていう、まあ、これはある意味すごく偏ったお話であります。例えば、まあ、主に韓国では全部の勉強をしないと、まあ、うまく成功できないというふうに言ってるんですが、それは偏見があって、外国の方、先進国は一つだけできればまたそれなりの道があるわけです。っていうので、皆さんはタラントを発見することがすごく重要です。で、今年のレムナント大会においては、私はこの部分に属する、そしたらそれを置いて集中的に本当の答えを受けるための準備をしてください。あ、나는여기속한다、あ、나지금여기있다、이렇게本人に안다말이에요。皆様が絶対にこれは恥ずかしいことではないので、私が1番か2番か3番か本人が分かると思います。대면으로하든비대면에상관없이진짜좀내용있는걸찾아내자。なので今回の今年のレムナント大会、今から祈っていますけれども、対面であろうと非対面であろうと、内容が忠実なものを持って準備していこうと思っています。準備팀도내용있는걸찾아내야되겠습니다만은여러분지금소중한데막연하게또그냥이렇게하거나이문제에시달리고있는데그냥기다린다거나이건아니죠。で、準備する側もまた参加される方々も、またただ漠然として自分にはこういう問題があるのにぼーっとしていたんではいけません。想像以上に一番の問題を抱えている人たちが多いわけですから。じゃあ今日の本文の内容はこの学院福音化メッセージを通してフォーラムをしていただければ幸いです。何フォーラムを通して얼마나시간이그기중한시간을아깝게되죠。けれども、このテキストがあっても、フォーラムをするメインポイントがなければ、フォーラムすることは難しいです。ユダヤ人が主로많은タラントを찾아내유처지이유가뭡니까？で、タラントにおいてはユダヤ人が多くのタラントをよく見つけられたっていうのはどういう意味なんでしょうか？彼らの特徴はまずたくさんの本を読んでいるっていうことです。そうですね。어릴때부터읽고ウィーン이야기를많이듣고이렇게하죠。タルムードだとかトーラ、シェーマ、そして偉人のお話は子供の時からよくご家庭で読んでいました。それでいて主にタラントを発見していたということであります。レムナント여러분들은
그렇게도 해야 되지만은 정말 설교 잘 듣고 기도 제대로 하면 달란트 나옵니다. でもレムナントの皆さんは本当に教会の説教をよく聞き祈りをまともにやるならばタラントを見つけることができます。본부レムドメッセージ、교회강단メッセージ、기도수현장メッセージ듣고달란트못찾은사람한명도없어요。なぜなら今私たちレムナントの中で成功している方々の中に本部のメッセージを聞いてご自分の講談のメッセージを聞いて祈りの手帳のメッセージを聞いてタラントを見つけた方々の中で失敗された方は誰もいません。なぜならタラントはもともと神から与えられるものであります。すごく簡単なところに答えがあるのにユダヤ人のように複雑にやってわざわざ霊的問題を抱える必要はありません。ユダヤ人はせっかくタラントを見つけた後に霊的問題が来てしまったっていうことであります。여러분이복음딱깨달은렘때문에끝났습니다。그래서말씀만잘붙잡고조금만기도시작하면탈란트가분명히발견되죠。つまり皆様は福音を悟っている方々です。それでおしまいです。だから御言葉をよく聞いて祈りさえ正しくするならばタラントは見つかります。なのでこの発見を指して成人式と言います。나는지금부터메시지놓지않고매일렘대회까지기도하다가하나님이내게준달란트가뭔지확실하게발견하겠다。これから祈ってください。私はこれから毎日この御言葉を正確に聞いて祈ることによって神から与えられるタラントが何であるかを今回の大会で見つけるっていうふうに。요발견행을가지고전문성을띠는모임을렘들끼리쫙모일수가있어요。そうすると皆様が発見したその内容を持ちまして専門性を持ったレモナント同士の集いを設けることになります。なのでこれを指名式と言います。そして여러분들이이제는정말진짜탈란트라면현장성이생겨요。本当のタラントを見つけますとそこには現場性が生まれます。なのでこれを指して派遣式と言います。必ずこのようになるように先生の皆様が手助けしていただきたいと思います。またレムナントの皆様はぜひこのような発見とこのような派遣式まで行けるように皆さん祈っていただきたいと思います。もちろんまあこの3番のように勉強がよくできる人たちいらっしゃると思います。私が知ってるある信徒さんの話を聞くといつも今日成績がナンバーワンだと。それでまあでもそのおかげでいじめられてしまった。それでまあいじめられないためにまあ成績2番になろうと努力したけれどもいつも1番になってしまったっていうお話をされる方がいました。まあそれくらい勉強ができる人たちがいたりもします。そういう方々はまあ早いうちからこのようにまあ方向性っていうのが定まる方々なので、でもこういうタイプ勉強はなかなかできないけれども、でも神様が私に与えてくれたその備えがあるということであります。では今度はもっと大きな神様が大きなものとして用いていこうっていうふうに計画があるんですが、霊的問題があるレムナントたちの中に信徒さんの方々の中にいらっしゃいます。なのでこういう方々のためにはこれからどんどんメッセージを送り出していこうと思っているんですが、一番大きな問題はこちら脳から出発しています。この脳をどう助けてあげるべきか、これから脳を助けてあげましょう。これは이런정신문제だ영적문제だ이게발가락때문에온거아니잖아。実は精神問題、霊的問題、これは足の指先によって生まれたものではありません。もちろん関係はあるかもしれませんけども、心臓からスタートしたわけではありません。正確に言えば脳から始まっています。렘넌트들이조금말고지금부터언약잡으면됩니다。なのでレムナントの皆様がこの部分についてよく分かっていただいて契約を握れば十分に癒すことができます。생각이이리들어오잖아요。ほとんどやっぱり考えがこの脳に入ります。이게이리들어오죠。そしてまたこの心の状態、心が脳に渡る。제일먼저시작같은데는보면어떻게이마음이例えばこの心の状態が傷ついていたり、いろいろと何か問題がある部分、それが脳に伝わってしまいます。その心の状態は考え方にも影響を及ぼして考え方も曲がってしまう。入り들어오고연결되니까이쪽에약간의
心の傷が脳に渡り、そこから考えにもやっぱり暗闇にとらわれてしまうような考え方をしてしまう。で、こういうふうに今つながっています。자여러분들이지금부터기억해야될것은내가생각을바로하고싶지만안되는거예요で今から覚えていただきたいのは、正しい考えを持ちたいけれども、この脳の状態が変わってないのでなかなかうまくいかない。생각안해야지마음잘못가서이하지만안된다말이에요あと心の状態も良くしようとは思うんですけれども、やっぱり傷があるのでうまくいかない。結局は脳によってすでにもう壊れてる状態。안좋으니까계속또이제이생각을건드리죠すでに脳に入ってきてしまっている、刻印されている部分が良くないので、考えをこう考えに触れたり、心の状態をまた良くない方向に振らしてしまう。で、これがどん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 積み重なっていきます。이번달에는포럼중에간단한것만이야기하겠습니다で、今月5月の内容としてはフォーラムを簡単なものとしてお話しいたします。이거대신에말씀이면되는데안돼가잖아요実はこの考えよりも、暗闇の考えよりも、御言葉さえ入ればいいんですが、でも暗闇によっていつも影響を受けているので、なかなか御言葉が入っていかない。祈도면되는데祈りの状態を変えるには祈ればいいんですが、祈ればいいということは分かっています。またある時には御言葉と祈りがすごく恵みとして恵まれたけれども、なかなかまたどっかに去ってしまう。それがうまくいったりうまくいかなかったり、なぜかというと、この脳の部分が弱まっているからです。脳の部分が弱まっているので、ある時は慰められて勇気を出したり、またはある時はまたスランプに陥ったり、また自分でも分かります、私は今日ちょっと変だっていうこと。でもそれが分かるから余計つらい。また気分がなかなか爽快の時には、御言葉と祈りで力を受けたかのような気がする。でもこういうのが何度も何度も繰り返されて、時が経つとすごく人がこう変になるっていうか、それである時、まあ事故にあったとかってことになると、大きなショックまで受けてしまう。こういう状態をレムナントの時に直してあげないと大変なことになります。でもこれ簡単に直すことができます。例えば私がこの手帳にメモをしてきたんですが、조금중요하니까여러분레므넌트를보고 기도하고요이제시작이니까지금부터5678が계속나올겁니다。で、重要なことなので少し皆様が覚えていただきたいと思います。5月号、6月号、7月号のレムナントデイまでずっとメッセージをさせていただきます。これは学者による言葉なんですが、私たちの頭の中にはちょっと印象が入ってますね。화학수용체라고하는우리의우리의뭐이이파인스타일도있고변도체도있고있잖아요여러가지뭐私たちの頭の中にはまあ科学の受容体그런부분도있지만은요부분이지금약한거예요科学の受容体があるっていうことであります。こういう部分が弱まっている。이게우선조금좋을때는생각도좋아지는거예요で、科学の受容体があるので、ちょっと科学の受容体がいい時には、考え方もよし、心の状態もよし。でもその受容体がうまくいかない時には、暗闇が来てるような感じがするし、あと自分にすごくなんかこう傷によって苦しめられているような気がする。そうするとこれをそのまま放っとくとどういうことになるんでしょうか。どういう状態になるかはもう皆さんがお分かりだと思います。でもいつまでもそうなってはいけないっていうことであります。勉強も重要であるかもしれませんが、もっとこちらの部分が重要です。勉強は もうちょっとだけ頑張れば、仕事っていうのはいくらでも探せると思います。なのでこの脳科学受容体、まあこれはあんまり専門用語なのであんまり使いたくはないんですが、私が医者ではないので、まあ私はお医者先生ではありませんから、自分でわざわざ専門性を使う必要はないと思います。
이런 부분이 모든 영적 병을 일으키는 거예요. ただ分かりやすく言えばこの化学受容体というのはまあその全て脳のまあ細胞そのホルモンの受容体であるんですけれどもこれの影響力があるということであります。딱하나밖에없다고과학적증명で。でこの脳の部分をじゃあ生かすためには科学的には道は一つしかないっていうふうに言っています。もちろん私たちは御言葉と祈りだという御言葉と祈りが答えなんですが、御言葉と祈りを受け入れられるような状態にさせるためには、제일중요한부분이몇개만오늘이야기하겠습니다。その脳を生かすための重要な部分いくつかだけ皆様に申し上げます。지금하루에호흡을86,400개합니다皆様が1日の呼吸として86,400回しているようです。86,400개하는사람은반드시이병이있습니다。1日の呼吸数が86,400回であるならば間違いなく脳に問題があります。脳に問題がある。短く、しょっちゅう、こう短く呼吸をするってことですね。에너지와산소공급될시간이없는겁니다そういう短い呼吸のやり方はこの脳に必要な酸素の、まあ、提供がされていない이상한지내서끝내면이것도끝나겠지만그건아니잖아요でもじゃあその状態で行かれてしまってもう終わりの人生になってしまったらそれで終わりかもしれませんがでもそれはそうなってはいけないのではありませんか참미안하지만전무입니다믿고들어주셔야돼で私が自分で自分のことそういうのは申し訳ないんですが呼吸に関して私は本当に専門家なので本当によく聞いて参考にしてください86,400回これくらいの呼吸をするなら呼吸のやり方をちょっと真似してみますねこういう形で呼吸しています聞こえますかこんな形はーはー言ってるわけですすごく短く例えばこうやってため息をガーってついてしまったりとかこういう人いらっしゃると思いますこういう呼吸のやり方は脳を完全に殺していることをしていますぜひ参考にしてくださいこれはある団体によって何かの教えをもらったとかそういうのではありません全部医学的に支障のないお話をしていますちょっと내가좀이상하다뭐이렇게영적으로아무래도안낫는다는사람은분명히호흡을그사람은한34,560개합니다하루에例えば1日に34,500回とかそれくらいの呼吸をしている人たちはそういう人たちは1分間に24回ぐらいの呼吸をしているってことになりますでどういう形の呼吸かと言いますとちょっと真似してみますね한다면은이거는60개예요これ1秒に1回のやり方です今の呼吸は1秒に1回그냥호흡이이렇게하는겁니다例えばこんな呼吸こういう呼吸は24回1分にこれ絶対病気にかかってしまう呼吸ですこれ医学的に証明されました건강한사람이내력이없는사람제같은사람じゃあ私のように健康な人脳に問題のない人はどれくらい呼吸をしているのか다른사람들이3만얼마하잖아요他の人たちが、まあ、3万いくらっていう回数だとしたら8,645개합니다私は8,654個8,645개이굉장히적은거죠8445回ですね8645回の呼吸をしているこれはすごく少ない数です少ない数っていうのは1分間において6回しか呼吸していない60分하는ある人は1分に60回呼吸をしているこれはもう完全脳を殺していることであります말많이하고막듣고짧게하고막조급하고화나고そういう短い呼吸プラス憤ったりそしてイライラしたりまたそんなことをやっている人たちはもう本当に病気にかかってしまいますで1分に30回やってもそれでも病気になったりします1分に30回ぐらいの呼吸지금여기앉아계신여러분들은
맥주하고 계시나면요 16개 내지 20개하고 계십니다. で 今 ここにこう座ってらっしゃる皆さんは大体1分に16回から20回の呼吸をしてると思います。ただ皆さん普通にこう座ってらっしゃると思うので、ただ普通にこう座ってる。그럼 지금 얼마 걸리냐면요. 호 그런데 지금 3초 걸렸습니다. 6초 걸렸습니다. 吸って吐いてっていうので3秒から6秒。3秒吸って3秒吐く。で1回目の呼吸が 6秒ぐらいかかるわけですから。그러니까점점줄고하고목사님들나이에는어의학적으로폐 30% 줄어있습니다なので本当にだんだん死にゆく状態であるし僕先生ぐらいのまた年配の先生方になると健康な肺が今もう 30% ぐらいはもう使えない肺になっているっていうことであります3초도어느정도그래도발줄만해거의2초라니까例えば 吸うとき3秒吐くとき3秒ならまだマシなんですがだいたい1秒2秒で吸って吐いたりってしてしまう人たちがいたりします。そういう酸素は体の体内に酸素というのが4分の1も届かないということ。そして体の中の毒これは絶対外には出ていきません。なので頭がもう本当にもう頭痛がするくらいもうすごくもう爆発寸前であるということであります。なので脳はいつも嘆いています。私に酸素が届いていないと。だからいつももう本当に痛い状態、酸素が自分に届いていない、酸素を待ってるわけです。酸素がいつまで待っても来ないから何か問題が生じる時にだけ病院に行くと、病院でやっぱりあなたに脳にナノが何かがありますっていう。でまあレントゲンを取ってこれはがん細胞ですねとか、そういうまあいろんなものがあるっていうことをレントゲンで分かるようになる。これはもう遅いっていうことであります。저같은경우는들어쓰는숨이10초입니다で私の場合は息を吸うときに10秒かかります。息を吸うとき10秒かかる。自然と祈りにつながります。내쉬는숨이12초입니다で吐くときに12秒かかる。息を吐くときには10秒12秒かかる。これはメッセージをするときも食事をするときにもやっています。そうすると60秒が1分でしたら3回しかしなくなります、呼吸を。これは偉大な呼吸のやり方だから、何万回っていう1日にその呼吸をする人に対して私は1日に3000、まあ、5000ぐらいの呼吸しかしなくなる。なんで呼吸が短いゆえに喧嘩したり、家庭の中でまたストレスがあったりとか憤ったりとか我慢したりとか、こういうことが積み重なってプラスされるとどうなるでしょうか。よく皆さん、그리스도구주를영접했는데하고있으면그리스도가그리스도가안돼。私は30年これを研究してきました。キリストがキリストなのに、キリストはキリストなんですけど、自分の呼吸はいつまでもハハ言ってると、キリストがキリストじゃなくなってしまう状態になるわけです。なぜならこの脳がやっぱりこの中心にあるからです。조금만해주시면은이부분이이제말씀이들어오기시작합니다。じゃあこれを分かった上で、少しだけ皆さん今言った呼吸を取り組むことによって、この脳を生かすことになる。この脳が生かされると魂が生かされ、この魂は永遠と関わります。この永遠っていうのはつまりミザと関わりがある、関わっています。これが全てです。今は私は今日アウトラインだけを申し上げました。で来月からはもっと細かくお話をします。そして来月からは私はこれをどのように祈っているかもっと具体的に話したいと思います。で実はなぜこれを具体化しようと思ったのかといいますと、 30% 霊的問題で今苦しんでいるこういう現場があります。道がありません。他にはない。この脳には与える注射もありません。私たちに酸素が行き届かないと絶対に血の循環も良くなくなってしまいます。조금만쉽기때문에皆様がちょっとしか呼吸をしていないので脳にまで行き渡る酸素がありません。それプラスストレスを受けますと酸素は余計消えてしまう。すると息を吐くときにはちょっとしか吐けなくなるのです。毒素만쌓여있는데그毒素는 86% が호흡으로나가야되는데
皆様の体内の中にあるこの毒、毒素というのは 80% 以上は呼吸によって消えていくんですが、その毒素を吐き出すことができない。当然ながら霊的問題がきます。もうもちろん頭痛、頭が痛いと霊的問題が生じてしまいます。まあその他にも他のいろんなものがあるんですが、まず基本的に脳が一番重要なのでお話しいたしました。でこういう部分が全部合わさって祈りっていう形になっていくのです。모든종교단체모든기독교모든것고서진짜로다조사해보면요제얘기하는거나옵니다実は全ての宗教団体またキリスト教も含めまして全て祈りの部分を深く話しますと今私がお話しした内容が必ず出てきます。どれほど簡単でしょうか。방법말고이제기초로편안하게천천히들으셔서기도합니다。皆様がただ呼吸に対して難しく考えることなく方法としてやるのではなく楽に楽にゆっくりゆっくりやるのです。朝起きた時にすぐにゆっくりと息を吸って吐くっていうことです。祈りながら들었을때성령충만영력충만성령충만지력충만성령충만체력성령충만경제력을다다다열번써줘요。で私がこの息を吸うときには精霊の満たしプラス霊力を与えてください。精霊の満たしプラス知力を与えてください。精霊の満たしプラス経済力を与えてください。手に5つの霊力を置いて祈っています。そして息を吐くときにはいつも40万、1000万、RUTC。私が行くインマヌエル、ソウル、プサン、イエウォン、そしてその他の現場をまた大人の先生方を置いて祈ります。そうすると12秒かかります。吐くとき내쉬는숨이훨씬길어요。息を吐き出す秒数の方が吸う息のそのタイムより長くなければいけません。例えば10秒吸ったなら吐き出す時にはもうそれこそ大げさに30秒ぐらいかかるまで息を吐き出す。そうするともうすごく息苦しくなると思います。でも息苦しい時にゆっくりと息を整えるのです。一気にやるんじゃなくてゆっくりと息を整える。こういうのを10回セットでやりますと病気は治ります。なぜこれをやらないのか本当に不思議です。来月はもっと具体的なお話を申し上げたいなと思います。霊的にすごく今病んでいて苦しんでいるのになぜ呼吸をしないんでしょうか。딱그대로보면아니이한달정도만딱하면요그래서키는뭐냐천천히많이들여서라빨리하면됩니다。うつ病の患者さんもぜひやっていただきたいと思います。鍵は何か、ゆっくりゆっくりです。ゆっくりゆっくり息を吸って、ゆっくりゆっくり吐き出す。早くやると絶対酸素入らないし提供できません。で、歌を歌ってる歌手を見ると、歌いながら一気に息をガーって吸うんですが、すごく致命的になってしまいます、それは。そういう息の吸い方はいけません。全部鼻で息を吸わなければなりません。吐くときにはゆっくりと吐く。もし、メッセージでのサモニーに、牧さんに声を聞く分、계시면요、今日、저녁에、입붙이는테이프있습니다。もしもこの牧師夫人の方々の中で牧師先生がもし寝てらっしゃるときいびきがひどい、そういうときにはテープありますね。口を開かないテープを貼ってあげてください。そうするといびきがなくなります。っていうのはいびき鼻の問題じゃありません。首で今息を吸っている、口を開いている状態なので、口を開いた状態で睡眠をとっている方々は致命的です。なので霊的問題のある方はテープを口に貼ってください。口を閉じて寝るだけでもすごく効果があります。口を開いたまま睡眠時間がもう本当にたっぷり長く寝てらっしゃる方は致命的に、もう本当にこれはよくありません。それだったら睡眠時間が短い方がいいわけです。そう、睡眠時間が長く口も開いて寝てると歯茎にも問題が起きます。あと口にテープを貼ったまま朝起きた時には口のあまり口臭もしなくなると思います。なぜ朝起きた時に口臭がひどいかって言いますと、口を開いた状態で寝ているのでその酸素がないので、もう全てウイルスなどが全部そこにもう入ってしまっている。이환자가요정말로제말듣는다면제고칠자신확신내 100% 있거든요。本当に私は患者さん 100% 私は治してあげる自信があります。私の言うことを聞いて本当にやってみてください。
ある学生さんたちが本当に私の言う通りにしてくれまして、本当に治りました。それでいて今、結局は祈りです。祈れるように、祈りとつながる。イエス・キリストの奥義、その秘められた奥義がどれほど大きいのでしょうか。息を吸うときには聖霊の満たしを、息を吐き出すときには今日の祈りの課題を、それを私はやっています。私昨日プサンにいまして、実は今日ここまで一睡もしていません。1秒も寝ないで今ここに立っています。でも私全然大丈夫です。で皆さん本当に残念なんですが、ぜひやってみてください。じゃあこういう状態でこの対話をする、フォーラムできる内容が出てきます。祈りが出てきているので、霊的な力を受けているので、しかもタラントが見えているので、それを持って勉強しているので。この内容は病気がある人たちだけがやるのではありません。普通の人たちもやるべきです。じゃあこの状態を維持すると、もうこの学院福音館メッセージ見るだけで答えが全部出ています。フォーラムをするだけ。ヨセフとまたモーセ、サムエル、ダビデが何をしたのでしょうか。彼らはあらかじめ持っていたということです。あらかじめ持つことはもう出てきてしまいました。あらかじめ何を持つのか、今日の内容をやればあらかじめ出てきます。あらかじめ祈れる内容をすでにもう答えを持っている状態でスタート。神様と祈りの奥義を持つことができた。しかもタラントすでに持つことができた。自分の学業、これからの方向、あらかじめ持ってしまった。それでおしまいです。残りのことはこのテキストを見てフォーラムするだけで結構です。でもこういう内容全部覗いて、今日のこの聖書箇所だけ探して読んでフォーラム、これは誰でもできることです。もちろんやらないかは良いと思うんですが、多くのことを損してしまうことになります。皆様は本当にスマートな方々ですから、今日の内容をもちまして5月この内容を適用させてみてください。お祈りします。神様、私たちレブナントが誠に霊的問題に打ち勝つ霊的サミットとして立たせてください。神様から与えられるタラントを見つけることができますように、神様が備えてくださったその方向を見ることができますように、7人のレムナントが持っていたその持っているものをあらかじめ持つことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。